パスカル・ド・ボア・ヨンはフランスのピアノ奏者、パリの生まれ、1969年からパリ音楽院でレギア・グソーにピアノを指持し、1971年にプルミエプリを取得、1973年にビオッティ国際音楽コンクールで第2位、1974年のブゾーニ国際ピアノコンクールで第2位、1975年のリーズ国際ピアノ、 コンクールで第3位、1978年のチャイコフスキー国際コンクールのピアノ部門で第2位にそれぞれ入賞した。1991年から母校のパリ音楽院で教鞭を取り、1996年からベルリン芸術大学の教授に転出した。パスカル・ドゥバイオン教授のピアノと仲良くなれるテクニック講座シリーズボリューム1。 2017年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年7月21日閲覧。パスカル・ドュバイオン。2017年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年7月21日閲覧。ようこそ、デオヨン、エスビレッジへ。2017年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月21日閲覧。ピアノ公開レッスン講師、パスカル・ドバイオン教授。2017年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年7月22日閲覧。ありがとうございます。